巨人の中田翔内野手34の対談が15日決定した昨クオフに巨人と3年契約を結んだ中で状況次第で選手側が途中で契約破棄できるオプトアウト条項がついていた出場機会を求めて保有する FA 拳行士で国内移籍を目指すのか注目されていたが FA 申請期限の14日まで残留か移籍かを実行 その結果、FA 移籍する場合は、人的保障が必要な B ランクと見られることなど総合的に判断し、FA 権は行使しなかった。それでも野球選手としてスタメン出場の機会を求める思いは変わらず、球団側もその思いは理解はしていて、中田賞側にオプトアウトによる自由契約の選択肢がある子。 とも把握はした上でより良い形にできるヨうタ球団にトレード移籍する道を模索していたそんな中中田翔がこの日球団と直談判トレードではなくどうしてもオプトアウト講師による自由契約となってた球団移籍を目指したいと直訴した巨人対談移籍の強い希望を受け球団側は本人の意向を受け入れて自由契約とすることを決定した プロ16年目の今季は92試合に出場して打率2割5分5厘15本塁打37打点開幕から主に5番打者を務めたが後半戦は代打が増えた9月からは坂本が遊撃から3塁に回り岡本はが一塁に定着シーズン最終盤は2軍暮らしだった 来期に向けて安倍晋之助新監督は1塁・岡本和、3塁・坂本、遊撃、門脇の構想を掲げ、中田翔の希望通りジり、ージスタメンは確約できない状況となっていた自ら自由契約を希望する形で、21年シーズン途中に日本ハムからトレード移籍してから今季まで来た巨人のユニフォームを脱ぐ私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。 残念な結果になりましたが新天地での活躍に期待したいです昨シーズンは岡本選手の不調などがあり4番に座っていましたが今シーズンは春先はチームを引っ張りつつも怪我で離脱以降は苦しみましたその結果秋広選手の台頭などがあり出場機会も減っていきましたまた中田選手が以前のようにレフトを守れるならまだしも ファースト1000人の前提であれば巨人側も起用法が難しいでしょうここ一番の勝負強さはまだまだ一流の域に達していると思うので新天地で復活を期待したいです FA ではなく自由契約という形で巨人を去ること本人も迷いに迷ったと思いますレギュラーでやはり出場できる場所を求めたのでしょう プロ野球人として当たり前のことだと思います食うか食われるか我々アマチュアが思ってるほど甘くはない世界です来季の巨人のスタメンにはなかなか食い込むことはできないことを考えての結論他のチームならばファーストでスタメンとして十分活躍期待できます守備もかなりうまいのは確かですから 巨人ファンとしては残念ですが、まだまだ活躍できる選手、一野球ファンとして見守りたいと思います。巨人も中田も移籍先もみんな良かった形になったと思う。中田で勝った試合もあるし、秋広が世話になったり感謝もあるが、中田のいる巨人は優勝できないと思ってました。移籍先は年齢がとか言う人も出るだろうが、そのチームは贅沢言ってる場合じゃないし。 彼のホームランは球場のサイズは関係ないだから一発のある外国人を取りにくい現代においては貴重な戦力になるよ私は当時の中田獲得に到底納得できなかったし決断した原への憤りも強くなっていたその結果が今年なのだここ数年の巨人野球は間違っていたと新之助が示してくれて少しほっとしている 新之助がレギュラー固定を宣言して事実上これを構想外としなければ対談もなかっただろう川上や藤田は常に生え抜きのみで巨人軍の気持ちを理解した人間のみでやることを生としていた遺跡組だらけの巨人謎本来の巨人ではない新之助はやや精神論を重視するものの他はれっきとした正統巨人野球を目指している 残留なら年俸が保障され FA ならそれと同条件かあるいはそれ以上の条件で移籍できるかもしれないのに年俸が下がるであろう自由契約を選択どこに移籍することになるかわからないけど頑張ってほしいです中田の場合怪我さえなければというのがあるので巨人ファンとしても来期は離脱することなく活躍できることを願ってます